アラン・シモンセンはデンマークのレーシングドライバー。2013年のルマン24時間レースにおいて3ラップ目にクラッシュ、事故死した。シモンセンのドライブスロアストン・マーティン・バンテージ GTE2012 年のルマン24時間レースに備えたテストセッションで。その経歴をカートで始めた後、シモンセンは1999年にフォーミュラ・フォードに参戦。 国内タイトルを獲得する。2000年は、フォーミュラパーマーアウディに参戦。翌2001年には、ドイツ F3 選手権、イギリスフォーミュラルノー選手権に参戦する。2002年には、スポーツカーレースに転向、ベロックスモータースポーツのフェラーリ360モデナを、ドライブして、イギリス GT 選手権に参戦する。2003年には、オーストラリアに渡り、 オーストラリアンネーションズカップ選手権に参戦、また、サンダウン500やバーサースト戦といった V8、スーパーカーのイベントにも参加する。彼のバーサーストでの最高成績は2011年で、グレッグ・マーフィーと共にケリー・レーシングから参戦し3位に入賞した。2007年にはオーストラリア GT 選手権のタイトルを獲得、2008年は2位となった。ありがとうございます。